柏原遺跡は、奈良県柏原市の柏原神宮外苑にあり、縄文時代から奈良時代までにわたる、各時代の遺跡群であり、中でも縄文時代晩期の遺物は特筆されるものである。柏原式文様は、しがさと一二式の土器に施されている。縄文時代晩期の遺物は土偶を、はじめ豊富に発掘され、弥生時代の遺物や、弾じきやすげなどを伴う遺構などが発掘され、 近畿地方晩期の標識的な遺跡として、また、西日本の縄文時代晩期の文化を表す遺跡として、広く知られている。うねび山の南東側の中石地に広がる柏遺跡は、紀元2600年記念祝典の一つとして、行われた柏原神宮とその周辺の地域、整備工事が原因となって、発掘調査が実施された。柏原遺跡については、 文久三年の神武天皇領修理の際に出土した遺物や明治三十七年の高橋賢治氏による神武陵西発見の石器時代時の報告などがあって、うねび山の東側山麓に遺跡が存在することはすでに明らかになっていたが、学術的な発掘調査は昭和に入ってから実施された。1938年9月13日に、 末永正夫博士の主導によって開始された発掘調査はおよそ2か年半の長期にわたり、発掘面積も約10万平方メートルに及ぶ大規模なものであった。柏原遺跡は柏原市うねび町にある柏原公園運動施設の周辺一帯に広がっており、遺跡の西側に位置するうねび山の東側へは現在桜川が北に向かって流れており、 東側はアスカ川まで続く、中石地が広がっている。河川によって形成された中石平野へは、標高75メートル前後の中石台地の南東側から伸びてきており、遺跡はこの台地の末端付近に立地している。東側の低湿地のさらに東側では、旧流路や周辺一帯に堆積したと見られる砂層が存在し、第地北端を横切って北西方に続いており、 大地との間は河川の荒廃部の低湿地であったと考えて良い。西側では砂層が未確認であるが、原桜川の存在や湿地土壌の体積などを踏まえると、東側と同様に足やヨシなどが生育する低地が広がって形成された荒廃地を周辺に控えた地理的環境の中に立地していたことが推定できる。遺跡が立地する。 鉱石大地の周辺には低湿地が形成されており、沿辺部には南北に細長く伸びる、東西2カ所の縄文時代晩期の方眼層が依存していた。発掘調査は主にその方眼層を中心に実施されている。大地上に存在したことが予想される、縄文時代の遺構については、後世にほぼ完全に作兵されて消滅したと思われる。西部方眼層は、 長さ約100メートル、最大部分で、幅約17メートルの範囲に存在し、最深部分厚さ約0.7メートルに及ぶ、堆積層である。この異物方眼層には、根が浸透した一イガシの巨樹根が依存し、縄文時代の人工物と共に、多量の一イガシの果実が出土している。異物方眼層中では、大型の土器と柔骨類の他木炭が、しばしば混在して出土し、 さらに、魔性石符、叩き石、脱性石符、戸石などが集中して出土する箇所がある。土壌は特に濃い黒色を呈している。西部方眼層からは、ロアト、集石、小縦穴などの遺構のほか、大地円ペン部で住居跡の可能性がある方形の縦穴遺構が検出されている。ロアトは、直径50センチメートル余りの規模の石かコミロで、内部には、 木炭や重骨が詰まっていたほか、叩き石や赤色岩料を塗布した土器が出土している。東部方岩層は、大地の地形に沿って、平面的には細長く途中で屈曲して依存している。方岩層は、西部のそれよりやや狭く長さ約74メートル、幅約8メートルに広がっており、深さ1メートルを超える、厚い体積層が確認された部分もある。 頭部方眼層の一部では、青色粘土層を挟んで、異物方眼層が上下に分かれることを確認している。下層から、気面調整の丁寧な土器や、重骨片などが集中して出土する場所がある。異物方眼層の下にはあまり異物を含まない、木の葉、自然に、喧嘩などを多量に含む、有機質層が堆積し、中には薄く生えた木片の編み物や藤ずをくくり、 合わせたものなどが出土している。有機質層のさらに下には無異物さ層や粘土層が堆積している。方眼層内から出土する重骨については、地点をことにして数のがまとまって出土する地点と、チョキが集中する地点とが確認されて、頭部方眼層からは、ロアと埋葬人骨、一位菓子の集積、拳台の石を粘土で固めた敷石以降、 周辺に石属などの石器や石材を並べた、ショー土ピット、柱穴状ピット、構造物に伴ったと見られる、鉱群などが検出された。ロアトと埋葬人骨は、頭部方眼層の生誕付近から検出されている。人骨は個体分以上あったとされているが、詳細は不明である。ただ、土器や石器と重魚骨が集中する中から屈装された一体の、 人骨が発見されており、その人骨に伴って、有効度青少円盤が何点か出土したこと、上部を被覆した土器が存在していたことが報告され、さらに人骨の一部に焼けたと見られる痕跡を有するものが存在していたとされる。ロアトは、長さ15から25センチメートル程度の石を用いた一辺が40センチメートルの規模の石囲み炉である。東部方眼層の北東部では、 面積18平方メートルの範囲に8箇所で合計9本の直径6センチメートルほどの丸類を打ち込んだ遺構が検出されている。周辺からは、くるみ角、栗と土地の下皮、重骨、木炭などとともに木材と藤鶴が出土していて、水辺に設けられた住居内視作業場のような構造物の可能性が指摘されている。東西の方眼層における、 出土遺物の内容を種類別に見ると、狩猟具や魚老具及び加工具など、生産具の内骨画族は、頭部方眼層からの湿度が圧倒的に多いが、打製石符や魔性石符は、西部方眼層が、頭部方眼層の湿度数を上回る。また、叩き石や川はぎと報告されている、スクレーバー類は一部を除いて大半が、西部方眼層から出土していて、 出土地点の偏りが指摘できる。一方、土器以外の土製品や、生産具以外の石製品を見ると、土管は、東部方眼層の方が2点多いが、半輪状土製品や石等、石棒類は、逆に、約6対4の割合で、西部方眼層が、東部方眼層をやや上回る。土偶や土玉類は、 東西ほぼ拮抗した湿度数であり、生産具以外の製品はそれほど偏った湿度状態とはなっていない。湿度した絵物の中核を占めるものは、かつて柏原式と呼ばれたものを中心とした晩期の土器である。酸冊分の繰り込みにとって浮き彫りしたこの破分の表質を基本として、さらに上下に頂上させて、この破分が対抗する尻尾分風の文様を描く特徴を有するのが、 柏し式分様であり、ほとんどが朝鉢にセブンされる。かつてのかし式土器は、滋賀里遺跡において変燃された滋賀里に及び3に該当する。また、柏し遺跡からは、東北地方系統の土器が、数多く出土していることが特に注意されている。柏し遺跡から出土する、同系統の土器と考えられるのは、柏し遺跡からは、東北系統以外にも関東。 東海地方の影響が見られる土器が出土しているほか、瀬戸内、山陰、九州地方の土器に類似する文様を持ったものも少量ではあるが含まれている。その一方で、柏原式文様を持った土器は、北は関東や東北地方の南部まで、南は九州地方中部でも確認され、広範な分布を有している。この他柏原遺跡から出土した土器以外の遺物には、 多種多様なものが見られる。生産活動に使用された魔性及び、打声石符、殺気、石属、石水、叩石、大石などとともに、平行国星や孔子国星、古星分を有する石灯、石鹸、石棒など、信仰や呪術に関わる石器類が多く出土している。古事記や日本書紀によれば、初代、神武天皇がこの地で、日本の建国を、 神々や人民に対して、紀元前660年に宣言したとされている。危機の年代には、諸説あるが、少なくとも、その時期にあたる弥生時代にはこの地域を中心に、一つの勢力があったことが、明らかになり、発見時は、当時の情勢下も、相まって大々的に宣伝されたが、戦後に入ると教育機関を中心に、広告士官を寄避する風潮が生まれ、 上古の天皇が歴史教科書に記載されなくなったこともあり、発掘や研究が下火になっていった。ありがとうございます。